皆さんこんばんは、高木です。いやね、TKO の木下がね、今ね、騒がれてますね。彼がね、YouTube チャンネルをね、解説したんですよ。で、そのね、解説したチャンネル名がふざけてるんです。木下プロダクション、これはないよね。パワハラで芸能界干された後、 YouTube で木下プロダクション、アホでしょ。なんでね、彼がね、その、まあ、芸能界をね、休止、活動休止したかっていうとね、パワハラなんですけども、良い子の浜口の結婚パーティーで、後輩から集めたお金をね、ポッキーに入れちゃって、でそれを後輩から指摘されて、それに頭きてペットボトルをその後輩の顔に投げつけて目を腫らさせてしまうっていう事件があって、まあそれをね、発端として、その他にもいろんな事件があったということで、まあ、かなりね、気が短くて後輩に当たりが強かった人みたいなんですよね。で、先輩にはね、手のひら返してね、コロッとね、いい顔ばっかしてるやつだったらしいんですよ。でそのね、YouTube チャンネル解説して動画見たんですけども、やつね、全く反省してる気配すらないね。あの動画はひどい。まあ、よくね、失敗した YouTuber がよく言うんですけども、まあ、僕の面白いと思ってる形を発信できるのは YouTube しかないと思いました。みんな言うよね。これ宮迫も言ってたんですけども、まあ、宮迫ここに関しては、まあ、救う神がね、何人かいたんで、今はね、ちょっと復帰してきましたけども、 TKO 木下はね、まあ、カジサックと2本目の動画で、コラボしてましたけども、やっぱりね、いいねより低評価の方が7倍ぐらい上回ってしまってたんで、今後厳しい状態が続くんじゃないかなと思います。木下ゆきなは救ってあげるけど、TKO 木下、お前は俺は救わないぞ。ちょっとね、唯一気になるのがね、俺もちょっと TKO 木下みたいにね、ちょっとその昔ヤンキーやってた頃の反り込みがね、ちょっとハゲてきてね、ちょっと TKO 木下みたいになるんじゃないかなと心配してる。そこは共感が持てるけど、それ以外は共感できない。じゃあな。